良さも見せることができたので、この後の、インターナショナルリーグに行きたいですね。そうですね、期待なんですけど、僕はまだ気持ちがあまり切り替えられていない。いつも思うんだけどさお互いが歩きながら拳合わせたら拳痛そうじゃね。やっぱりここにオプティック味を感じるんですよね。やっぱチェットコーチの指示もあるんでしょうね。いや久しぶりに変なところから声が出ましたね。これね、僕前も言ったと思うんですけどね、僕はねこう受けないとビクターが好きなんですよ。僕も流さないと痛そう。本当にビクターはね、その名前がね変わる前のそのブラシーズのペアの時もそうですよ、はい、本当にこういうプレイスタイルが好きなんですよね。フード時代ですね、うん、そうですね、はい、うん、あんなプレイされたらね、ねえ、もうどうしようもないですからね。でもこう NRG e スポーツとして、はい、よりこう今までとは違ったこの戦略性の高いプレイングというのもまた一つ見えてきたんじゃないかなって感じますね、うん、それでいてまだ練習時間がね完璧に確保できているかどうかは分かりませんが、まあ、あの打ち方ってすごく理にかなってて、うん、その多分倒すつもりはそんなになかったと思うんですよ、あれジャンプピークしてよくいるしな、握手するときとかプランだったと、ね、クラッシーズが後ろに立っているので最終的に握手の加減明らかに間違えてるやつたまにおらん。イメージしたのとなんかスポーツとかやってたりしたらさ、相手選手と握手とかするときに明らかに力の加減間違えてるやつおらん、はい、でそこに対してビクターが飛び出してカバーをするっていうこのクラッシーズビクターのホットラインっていうのが熱いんですよね。ここは、うん、これがやっぱりこのバロランとか始まってからずっと一緒にチームを組んでオプティックを脱退した後この2人で一緒のチームに入れるチームを探すっていうこの連携ですよね。そしてこのソムもね、素晴らしい活躍を見せました。最後はこのビクターを蹴る。ソムもようやくのこの待ち望んだ国際戦に出場することができて十分な存在感を出しましたね。グータッチで打球した人いる。そうですね、マジかよ。フェナスのね使ってるマウスパッド、プロ野球でハイタッチで打球ですからね。やば、ね、はい、うん、やっぱりね、それでもさ、ハイタッチで脱臼するってさ、ね、結構ね、強くハイタッチした側が脱臼してない？それ人気ですからね、今ね、うん、その国産のマウスパッド、うん、しかし初戦 NRG がされた側なんだ。このじゃあ多分全然力入れてなかったんだろうな、うん、片方はなバロランと見せてくれました。ハイタッチで腕がこう流されて、ガーンって腕が持ってかれたんやろ、はい、皆さん桁がだんだん分からなくなって、なんとか聞いてなんとか回収ということで、はい、受けるなそんなにでもそのだからあれグータッチもさ、そういう加減が分かってないやつがさ、うん、ね、分かる、この肩から肘のを固定した状態で前からぶつかってきたらクソ痛そうじゃない。まあ、でもコイもそのゆきしろさんのおっしゃってた通り言ってること分かる、勝てるチャンスはある、ね、肩でそれをこの肩の肘のラインをこう固定した状態でこうブーンみたいな感じできたらクソ痛そうだ。部分もやっぱあるのかなと思いましたね。うん、まあこれがね他のチームとやったらっていうところももちろんありますし、まあ一旦はここでお披露目してでも絶対そういうやついるよ、うん、まあ、ハイタッチで、ね、人脱臼させるやつと握手で悪撃使ってくるやつがいるってことは多分肩から肘固定してるやつもいる、ね、あの海外大会とか、ね、見ていただいてこういう応援していただきたいと思いますし、まあ、これでやっぱり NRG だなって思った方はこのまま、ね、NRG を応援していただいて、まあ、この大会終わった後でもまたリーグが始まりますので、まあ、でもねこういうのねウルフェン本当これからだと思いますよ。そうですね、今までその国際戦っていうところに関して言うと周りのプレイヤーはすごく豊富ですけどウルフェンはそうじゃないんですよね、うん、ローション相撲で骨折るやつもいるしな。牽引していたプレイヤーの中で国際戦でもこれだけこう堂々としたプレイスタイルでしかも、はい、あのやられちゃいましたけど結構ジェットらしい爆発力のあるプレイを行おうとしてたんですよね何度も、うん、そこはやっぱりこう評価されるべきだと思いますからこれからの恋に期待ですね。そしてこのビクターのシーンね引きながらっていうのがまた立ち位置の取り方がうまいですね。この立ち位置の取り方がやっぱこうちょっと特殊なんですよね。他のチームがあまり行わないような広くポジションを取ってバラバラに動いてる結構雑さんってさ家族の配信の介入すごいけど、うん、家族にロボット相撲で鎖骨折ってんのがバレてんの具合悪くね。でもやっぱり流れが変わったのがアイスボックスも、うん、まあこのまあ、ヘイブンも攻め守りオペレーター持ってからって、ね、多分言わなくても透けるような。あとは